岩トびペンギン。岩トびペンギンは、マカロニペンギン族のペンギンの内近縁な3種、または2種の総称である。やや小型のペンギンで、頭部の黄色の飾り輪が特徴である。インド洋南部から南大西洋にかけて分布している。局所的だが、各々の,の種の生息域は、軽度的に限られている。これは、マカロニペンギン族のどの種よりも広いが、 複数種の生息域を合わせた範囲であり単純な比較はできない。生息域は全体として北へ移動しているという。南限はハード島とマクドナルド諸島南位53度。北限はトリスタンダクーニャ諸島南位37度。主な繁殖地はフォークランド諸島、マッコーリー島、プリンス、エドワード諸島、クローゼー諸島、ケルゲレン諸島などである。 体長4558センチメートルほど。分布域が重なる上に外見がよく似た。マカロニペンギンなどの近縁種もいるが、岩飛びペンギンはこれらの中でも最も小型である。成長の目の上には眉のような黄色の羽毛があるのが大きな特徴である。これはマカロニペンギンなどにも見られるが、岩飛びペンギンは目の後ろで大きく広がる飾り輪になっている。この飾り輪ともに、 頭部の羽毛も長く伸び、特徴的な管具を形成している。目と口しが赤く、足はピンク色をしている。地上では他のペンギンのようによちよちと歩かず、スズメのように両足を揃えて飛び跳ねながら移動する。和オの岩飛びペンギン、英名六ホッパーペンギントモコの様子に由来す。性格は攻撃的で、近くを通ったりすると攻撃してくる。 成長は4月、5月から10月にかけて、繁殖地を離れて、外洋で生活する。10月から11月になると繁殖地に戻ってくるが、北方の個体群は7月に戻ってくる。周囲を崖で囲まれ、植物が生えているような平地や、緩やかな斜面に好んで巣を設ける。オスは小石を積み上げて、簡素な巣を作るが、この時に、 多くの小石を集められるオスほどメスに好感をもれる。繁殖地の巣の密度は高い。鳥にしては、夫婦の絆が強く、58%が2年続けて、同一の図いを組む。11、12月初旬に産卵する。巣の卵は2個、両方とも受精卵だが、初めに産んだ卵は廃棄される場合が多い。これは、マカロニペン銀属全般に見られる習性である。 放卵期間は三十二三十四日で、オスとメスが交代で放卵する。孵化したヒナは三十三から三十九日間は、巣で救治を受けるが、そのうち最初の二十四二十六日間は、オスがヒナを守り、メスが救治する。成長したヒナはヒナだけで集まったクレれシュを作り、親鳥は両方とも餌を取りに出かける。はじめの一週間は、メスが救治するが、その後は、 オスとメスが交代でヒナが巣立つまでの65-75日間、1-2日起きに休時する。巣立ちは、北方の個体群で12 1 2一月、南方の個体群では2月頃である。ヒナの巣立ち後に、成長は、寒を行うが、寒宇中は水に入れず、餌を取れないので、寒宇前の20-30日間、北方では60日間は、海に出て、食いだめをする。の間に、 体重は40%減少する。属内は、岩飛びペンギン内はより、岩飛びペンギンは、生息域、体長、感の長さなどが異なる3種に分類される。これらの分布は重なっていない。これらの内気体は飛びペンギンが、遺伝的にも、形質的にも他の2種から離れており、灰色による白黒模様が異なる。羽根感が長い、体長が大きいなどの違いがある。 生息域も、この種のみ、繁殖地が亜熱帯前線の北である。岩飛びペンギンは、従来から三亜種に分けられてきたが、などにより、南岩飛びペンギン、南岩飛びペンギン、東岩飛びペンギンと北岩飛びペンギンは別種と考えられるうになった。さらににより、三亜種それぞれが遺伝的に分離した別種と明らかになった。 国際鳥類学会はこれに対応したが、ただしバードリフインターナショナルは南北2種に分離するに止めている。機体はトビペンギン、南はトビペンギン。個体数は734万羽で、過去30年に24%、継続的減少をしている。減少の原因は、漁業との競合、生息地に侵入した、病原菌などである。IUCN レッドリストでは、 南岩飛びペンギンと北岩飛びペンギンが扱われており、南岩飛びペンギンは気球種、北岩飛びペンギンは絶滅器具である。多くの水族館で飼育されている。飛び跳ねるような仕草や鮮やかな飾り輪で人気もあるが、ペンギンの中ではやや攻撃的な種類とされている。だが、水族館で他の種類のペンギンと一緒に飼育されている場合は、 体の大きさで負けてしまい休時時に他の種類に力負けしている様子もよく目にする。ペンギンは10羽程度の数で飼育するのが望ましいが、1から3羽での飼育が多い。また、本来あまり暑さには強くないので、牡蠣は室内での公開、または公開停止にしている水族館もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。